韓国、ユニクロに行くだけで盗撮被害、売国度と批判も。韓国の中央日報によりますと、現在韓国にて国民的な遊びとしてユニクロ監視が流行しているということが明らかになりました。こちら、韓国ではユニクロに入る人の後ろ姿をスマートフォンで撮影し、SNS に掲載すると。 売り場の外でユニクロを見張っている感謝に近づきインタビューを行ったところ記者がユニクロ店舗から出てきたので売国度だと思っていた間違ってネットに投稿したら大変だったかもと発言したとされておりますが現在韓国ではこういった日本企業の店舗に訪れるだけで盗撮被害に遭いさらに 売国度だとと批判されてししままうことが明らかになりました現在、韓国では日本大使館や日本総領事館、日本企業が相次いで襲撃されており、さらに日本製品が壊される被害が続発してしまっておりますが、こういったおかしな動きについて、韓国政府には早急に対策を取っていただき、 韓国の治安を回復していただくようにお願いいたします。